北見よりこの学校3につけてたよ。わぁ、顔が顔すごいね。この曲でやるのはすごいよね。すごい、力強い、うん、パワフルだね。3、2、1 TKO Dance Channel。こんにちは、スタジオフェイス宮田武雄です。アシスタントの桜井理央奈です。このチャンネルではダンスに関するさまざまな知識を解説したり実践したりしていきます。皆様チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ理央奈ちゃんね、第12回全日本高等学校チームダンス選手権大会の決勝ですね、今見てるのは小編成部門、次は6校目から5校ね、はい、ちょっと見ていきたいんですけど、はい、次はトヨタ大谷高等学校。トヨタってことはこの愛知県かな。あ、愛知県って書いてます。愛知県、はい、やっぱそうなんだ。愛知県豊田市。やっぱ豊田市なんだ。トヨタってリオンちゃん車のトヨタのあるところですよね、うん、だから愛知県ってすぐ分かるんです。豊田市かなと。トヨタは愛知なんですか。豊田市にある。そうなんだ。いや、愛知はトヨタのおかげでめちゃめちゃだから潤ってますよ。そうです、うん、世界のトヨタですかね。トヨタは様々ですね、うん、じゃあ行ってみましょうか。はい、トヨタ大谷高等学校。おお、和服、和ですね。そうだね。わ、目立つよね。あ、私の好きな感じですね。すごい力強い、うん、パワフルだね。2回目の弱点は、はい、今どこからこの曲探してくるの。本当に、うん、この衣装すごい上手に使うよね。結構顔で踊る。表情大事ですね、うん。素晴らしい。面白いね。好きですね、私はこういうの。リオナちゃん好きそうだよね。好きです。何なんですかね。まあ、大体リオナちゃんが好きです、俺も分かる。分かります。分かる。これ好きです。あ、俺も結構好きよ。すごい、うん、面白いよね。なんか撮ってみたいなってなります。下見よるこの学校3につけてみたい。わぁ、まあ、言っちゃいけなかったですよ。言わないで。いやいいですね。やっぱなんかストリートダンスって割と単純というか、うんうん、単調というか表現の幅がちょっと狭いというか、うん、やっぱジャズベースの人たちの方がいろんな表現してくるよね。そういう意味ではダンスのショーとしては強いよね、うんうん、それありますね、うんうんうん、なんかすごいいろんなことできるじゃない。なんかそうですよね、うん、ジャズの方が多岐にわたった表現ができるから、うん、あと顔がいいです。すごいガンサー、ガンサーですね、うんうん、まあでも表情もね引き込まれるものがあるよね、うん、はい、じゃあ次はね北九州市立高等学校。はい、ここはもうめっちゃ常連ですよね。おー、ここの先生が一応この大会を仕切ってる。おー、うん、すごい。尾形先生っていう先生がめちゃめちゃ苦労してこの大会を、すごい、うん、仕切ってるんですけど、毎年出て毎年多分賞をもらってるし、総合優勝もしたことある。ちょっと見てみましょう。じゃあ、はい、九州市立高等学校。だから火をつけて、ハートに火をつけて、赤いジャケット、すごい入りがもう始まりがすごい。今の炎を荒らしたんだきっとね、多分ね。リバップですね。すごい細かいですね、うん、この歌で合わせるの大変ですよ。大変だと思うよ、ね、うん、すごい。ちょっと待って、全部女子か、男子だと思ってたけど、女子ですか。全部女子だね。女子ですね。
るから。ああ。なるほど。すごい。そういうことね。歌詞と。そうだね。炎が始まって、はい、だから一生も赤いのかもしれないね。すごい。この曲でやるのはすごいよね。勇気がいるよね。音が取れないですよ。つかなんかやっぱビートとかもないから、ちょっと薄いじゃない曲が、これで勝負するっていうのは結構なんか度胸がいる。俺だったら選ばない。私もです。ちょっと怖いから。怖い、なんかクラブのショーとかだったらいいと思うんだけど、いいと思ってな、選ぶかどうかって話ね。この選挙が悪いって意味じゃなくて、ちょっと自分だったら怖くてちょっとできないっていう。すごい、しかもすごい細かいですね、動きが。そうだね、ステップがね、すごいよね。多分自分たち振り付けしてんじゃないかな、だと思う。すごいすごいですよね、そういう意味ではこの曲でコンセプトもしっかりして、チャレンジしてるっていうのは素晴らしいと思いますね。面白いですね。はい、じゃあ次行ってみましょう。はい、次は、羽衣学園高等学校、はい、どうだったっけ、さっき知らったんだよ、大阪府堺市市かな、あ、東羽衣、羽衣って住所ですね、はい、じゃあ見てみましょう、はい、羽衣学園高等学校。衣装が綺麗ですね。ジャズですね。なんかフィギュアスケートみたいな。あ、確かに曲とか、羽衣っぽいじゃん、なんかジブリですね。なんかジャズって感じだね。ジャズ、みんな柔らかいですね。綺麗だね。はいはい。綺麗。確かに羽衣っぽいですね。ね、羽衣っぽいよね。羽衣っぽいって言ったらあるんだけど、天使の。でもなんかふわって感じですよね。感じはあるよね。意識してんのかな。わかんないけど。いや。羽衣だけに。羽衣ダンス。綺麗だな。やっぱさ、なんかこれ。ちょっと正確な言い方は表現が分かんないけど、はい、俺から言うとこれなんかピュアなジャズダンスっていう感じがして、全然違うよね、他と全く違うよね。全然、ストリートダンスなのか、ジャズダンスなのか、ジャズダンスでも最近っぽいやつなのか、昔からあるスタイルなのか、自分が今言ってるのはちょっと前からある、昔からあるスタイルをピュアなジャズダンスって、どこがピュアか分かんないからあるけど、自分の中での感じね。流行りとかあるんですかね。いや、あるよ、全然、全然あるの。あるけど、それもジャズダンスも定義は難しいよね。どこまでがジャズダンスなのかって、もう今混ざってきちゃってるから。ジャズとバレエと、私は多分分かんないです、見てて。バレエとジャズはもともと結構混ざってるというか、バレエのテクニックジャズに持ってきてやってるけど、ヒップホップとかが混ざってきちゃってるから今はさ、今あの子たちはほぼ混ざってない、まあ、確かに純粋な、そうそう、それでピュアなっていうこと言ってるのね。まあ綺麗だよね、やっぱり綺麗です。衣装も綺麗。そうだよね、いい感じですね。はい、はい、じゃあ次行ってみましょうか。はい、次はどうですか。目黒日本大学高等学校、日大ってことか。ああ、東京ですね。そうだね、ここも常連だね、確か。はい、ちょっと見てみましょうか、じゃあ。はい、目黒日本大学高等学校。なんかみんな曲すごい独特ですね。おい、ちょっとだけ男子がいたと思うの、確か。真ん中は男子だよね、多分。多分真ん中はすごい髪の毛はみんな赤っぽいです。そうだね、いな
味あるよね。ジャンルはまたちょっと俺が意味が分からない。何ですかね、ジャンル。でもなんか地面使うやつすごいなと思って。すごいすごい、できないので私。おお、面白いな。ダイナミックですね、うん、ここは分かんないけど、うん、多分ジャズダンスなんだろうね。あ、そうなんですね。多分ですけど、かもしかしたら R&B って言ってるか分かんない。ちょっと分かんないですけど、はい、もしくは何、そういう別ジャンルこれだって言わないでやってるのかもしれない。だからさっきの僕が言った羽衣と全然違うでしょ。あっちがピュアなジャズダンスとしたら、うん、こっちは現代風だよね。確かに、うん、だから音の取り方とか体の使い方は全く違う、うん、やっぱそのなんかピュアなジャズの方がすごい伸びたりとかさ、うん、そういう指先までみたいなのはさ、うん、すごく感じる。そこだいぶ違うね、うんうん、難しい。はい、まあ素敵なダンスしてるね。はい、はい、じゃあ次は大阪府立渋谷高等学校。ここはめちゃ超常連、聞いたことあります。多分毎回なんか結構僕もいいですつけてて、なんかチャンプルとかあの自分に手伝った番組とかにも出てもらったことあるし、はい、うん、なんか大阪なのに渋谷なんだっていう勝手な意見、ね、うん、渋谷ですね。渋谷高等学校、はい、じゃあ行きましょう。はい、大阪府立渋谷高等学校。うん、少ないですね。そうだね、うん、ナインティは何の意味があるんだろうか。増えた増えた。ナインティスってことかな。90年代のヒップホップって意味かもしれない。ここ女の子だけかな。真ん中の子と後ろの真ん中の男の子っぽいです。まあ、僕らの時代のど真ん中ヒップホップですね。うん、うん、いいですね、シンプルに、うん、そうね、うん、ザ・ヒップホップって感じする、うん、これだからなんていうの、衣装とかの効果をあんまり使わない、うんうん、もう踊り、うんうん、そうですね、実力、うん、気持ちいいですけどね、うん、おいいですね、最後かぶって、うん、ヒップホップって感じ、ヒップホップって感じ、うん、いやなんかさすがすぎます。あ、そう、はい、常連校だけにやっぱいいですね、うん、いいですね、安定した実力があるよね、まあ、シンプルですね、うん、うん、シンプルの良さを追求してる感じかな。はい、ここでまた5校区切りきましたけど、はい、これまただいぶ違う。いや、だいぶ違います。だいぶ違ったよね。トヨタ大谷から始まって北九州の炎マッピング、羽衣があって、ここの5つは本当違うところばかりだったね。いや、全然ジャンルが、どうですか、この中ではの、はい、ような自己面倒的な、はい、トヨタさんですね。ああ、そう、はい、なるほど。どの辺が良かったですか。やっぱあの独特な世界観と、うん、あの服をしっかり衣装使ってる感じ、確かにね、あれは結構印象に残るよね。アイディアがすごいなと思います、うん、あとはもう全員同じぐらいの点数書いてます、うん、同じぐらい良くて、みんないいよね、はい、じゃあ次はねどんな感じなのか、はい、楽しみですね。はい、皆様ご視聴ありがとうございました。関連情報や続きの動画については下のコメント欄にリンクが貼ってあります。皆様ぜひチェックしてください。またダンスに関する質問も受け付けております。お気軽にお寄せください。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。